ご覧の皆様こんにちは。ホーステルと申します。アンティルドン、続きをやっていきましょう。とうとう二人きりになったバイクとチェス、見つけたの？毛布を見つけることによって、ま、いよいよちょめちょめタイムに突入するが、その毛布を探しに行くところ、浴室にあんのかな。あ、この箱の中、浴室に毛布はあるわけねえわな。お、発見発見。どうぞマダム、お望みの毛布です。ムッシュは何がお望み？そのお体ですけど。それでは私は滑らかさとぬくもりと、それと裸を。それなら用意いたしますか。やったぜ。あっ、水を差してくる、はい、ホラーゲームか。今の何？知るかよ。何なのか見てきてよね、お願い。こういうのってさ、やってる最中に襲われて二人とも死んじゃうっていうのが定番じゃね。どっちかっていうと、このやる前にトラブルが起きるっていうのは意表をついてきたね。外かな。どこ？どこ調べればいいの？奥の部屋か？今の物音どこからよ？けど、さっきプレデターの視線になったのは、あ、窓開いてる、寒いけど。プレデターの視線になったのは、ブラインド閉めたところだよね。これは？え、ジェスの携帯か？つうかさ、こんな音ダダ漏れなのになんで落としても気づかなかったの？音楽流したまんま落としたっていうことだよね。なんで気づかねえのよ。君の携帯だ。え？なんで私の携帯が？さあね。窓から入ってきた。もうあいつら最悪、頭くる。何？もうあいつらだよ。私たちがいい感じになった途端にいたずらしようってつもりなんでしょ。ねえ、ちょっと聞いてる？あんたたちよ、いるのはちゃんと分かってるんだからね。そんなに邪魔したら、これやべえだろ。これ楽しみをぶち壊したいの？でもね、無理だから。絶対邪魔させない。マイクと私はやっちゃうんだから、聞こえてる？私たち本当にやっちゃうんだから。それも激しいやつをね、楽しんで。早くやれ。私たちもゆっくり楽しむから。それを見たいんだよ、僕は。いい加減にしてよ。じゃあやるぜ。で、あ、いよいよ。あー！あ、ちょっと、なにこれ。何今の激しいプレイ。ねえ、やる前にさらわれたんだけど、誰かに。本当に彼女たちが話しかけてきたのかな。わからないよ。本当だと思いたいのかどうかもわからない。じゃあ調べてみるか。あ、一方その頃的な感じで、今度はこのクリスとアシュリーね。で、コックリさんをやって図書館に。幽霊と話したとき女子怯えてた。ああ、まあ平静を保とうとしてたけどね。何かしらの手がかりがあると。でもそのために戻ってきたんだろ。まあそうだけど、いう話ね。ちょっとやりすぎだったかも。図書館ってどっちよ。こっちか。悪魔の書か。あれ何？ボタンかな。なんでこんなところに。僕も知りたいよ。押してみる。ボタンは押すためにあるだろう。脱税の証拠とかかな。ボタンを押す前に部屋を家探ししていい。図書館っていうより書斎っぽいけどね。ここしか調べらんねえのか。じゃあ押してくぜ。うわ、パネルが開いて頭がパン。なんか映画みたいな展開。隠し扉が。ラブコメがいいな。ワシントン家が秘密の部屋を作ってたなんて。
あったことさえ知らなかったかも。ここ古いし。で、入ってみる。お先にどうぞ。ダメ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 、私後。わかったよ。じゃあ今度は操作キャラクターがクリスになって隠し扉の奥を調べるってことか。もちろんアシュリーも一緒に来るんだろうね。中にもしかしたらベッドとかあるかもしれないし。何これ、防犯カメラの映像みたいなものになってる。ハンナと別じゃねこれ。すごい。え、これって何があったの。これはどういうことよ。なんでこんな防犯カメラみたいなのになってんの。これ上も調べられそうなんだけど、なんかピカピカ光ってるよね。え、どこ行けんのこれ。写真ぐらいしか調べるものなかったよね。子供は出ればいいのかな、写真だけ調べて。ちょっとなんか言ってくんない。他にどっか行けっとこねえのか、これは。手前側行けそうだけど、行けそうで行けない。写真裏見れるのか？あ、裏見れたわ。え、なにこれ、ティモティー脅迫状。嘘だろ？ボタン離したら内容読めなかったんだけど。あははは、こいつは失礼。なんて書いてあった今。マジかよ。隠す、正直に言う。じゃあ、ちょっとアシュリーの不安を煽るか、ここは。君のこと、あまり怖がらせたくないんだけど。これを見て。え？それ、何なの？多分、ウィジャボードが僕たちに見つけて欲しかったものだよ。手がかり？そう、手紙だ。ちょっと見せて。てか、脅迫状か。クレス、やばいよ。ジョッシュに教えなきゃ。やばいものを見つけてしまったっていう感じか。ここに殺人鬼が潜んでいた？この隠し扉に。どうなんだろう？今の調べられるかな？手がかり。これか。え、裏見れないの？あのさ、裏の文章が読みたかったんだけど。あ、これか。これだね。はいはいはい。ワシントン家に宛てられた不気味な手紙、ハンナとベスに復讐すると脅迫している。俺は奴らを捕らえ、豚のように皮膚を裂いて血みどろにしてやる。16年も。可愛いハンナとベスを、俺は16年も待ち続けた。え、ストーカー説が浮上してきたんだけど、あ、なに？びっくりした。しばらく操作しないとキャラクターがアップになるみたいなんだけれども、サブリミナル効果みたいなのになっちゃったんだけど、あ、扉が勝手に開いて。いろいろあんな、ジェイソン説が出てきて、プレデター説が出てきて、そして今度は、ストーカー説が出てくるっていう。どれだけの要素を抑えてんだよ、このゲーム。殺人鬼者の要素を、すべて抑えてんだけど。奥行けばいいのかな？本当に誰かに狙われてたの？だとしたら、こんなの、狂ってるよ。この書類は？ジョッシュのお母さんだ。また不審者を見かけた。発電小屋付近で。あ、負の歴史が長いからね。で、表は？これ R2 ボタン押しっぱなしにしないといけないの？アイテムの調べた方がいまいちよくわかんないわ。スワフマン博士って誰だよ。落書きは無断で立ち入りをされたりと問題はありますが、誰かが勝手に敷地内に入ってるってことなのかな。私は彼らの末裔に連絡を取り、部族の長老会に寄付を行おうと考えています。どういうことだ。じゃあさらに奥の部屋へ進んでいこう。壁には変な絵貼ってあるしさ、雰囲気出しすぎなんだけど。ここは表か。私の直感が出ない方がいいと言っている。こっちの部屋に行けばいいのか。そうだ。ああ。
さっきサムと一緒に見かけたものが気になって。あ、そういえばお風呂に入ってる女の子どうなってんの。指名手配者の張り紙、西部劇っぽいやつです。早くサムパートになってください。それで、それにサムは誰かにつけられてる気がするって言ってた。え、それって山のどこかに犯罪者が潜んでるってこと。しかもあの脅迫状を見つけたんだ。クリス、今ので私を元気づけられると思ったら大間違い。ああ、別に元気づけてないけど。ジョッシュの声を。開けんな。ジョッシュ。ジョッシュ。え、何？あ、マジュリエ。どうした？救ってくれ。やばい、襲われてる。マジュリー。待っててくんない？大丈夫、待ってろ。すぐに。ここもまだ日大タックルの出番か。急げ。あー、もう大ダメージ。アシュリー。あ、え、あ、何、なんだお前。え、何こいつ。ストーカーか。隠し部屋に潜んでいたストーカーの正体。ほら、アシュリーだけ引っ張っていくってさ。よかったら僕足元どっか一緒にやろうぜ。いや、何企んでんだこいつ。あ、ねえ、なんかいるけど。なんかテーブルの上にはなんか気持ち悪いもの乗ってるしさ。大丈夫？どんどんおかしな方向になってるんだけど。なんかご機嫌そう。写真を数枚見せよう。君が親しくなった人たちの写真だよ。ほうほうほう。で？だが実際はそこまで親しくないのかもしれないが。またみんなと仲良くやっていこうっていう気満々だからね。正直であることが重要だ。これから見せるペアから好きな方を選んで。僕は常に正直なんで。重要なのは答えだ。正直者なんで、善人なんで。で、じゃあ見てっか。まあ、無条件で女を選んでいく。はい、次ページ。無条件で女を選んでいく。こいつバカだなとかって思われてそうだわ。何にやりとしてんのよ。え、ジョッシュとマット。マット全然出てきてねえな。ジョッシュにしとこっか。こいつ写真写りもいいし、なんかカメラ目線で。なかなか決めてんじゃん。クリスとマイク。あ、どっちかな、これ。ぜひ、最終的にはジェフと、ちょめちょめしてほしいっていうことでマイクにしとこう。この理由、呆れ返ってんだこいつも。教えてくれ。君が遊んでいるこのゲームの中で誰が一番嫌いかな。はあ、はあ、はあ、選ばなかった二人が出てくるっていうことで、女の尻に敷かれる男マットと、で、ちょっと頭がいいふりをしているこのクリスね。僕のような人間にはどっちが嫌いか選ぶことなんてできません。どっちが好きかは選ぶけれども。もう、あ、ズバリの選択肢だな。これ二人同時に選んだりとかできないのかな。とりあえずだけど出てきてない。あ、マットにしよう。マットにしとこうか。本当は選びたくないけど。ああ、だが、いいやつじゃないか。嫌いになる理由がわからないが、誰選んでもそう言うんだろうが。ところに怯えているのかね。強いっていう設定あんの。それは初耳だわ。知らねえわそんなこと。今日も時間切れのようだな。また近々話そう。それよりもその窓際にいるマネキンのことについて聞きたいんだけど。頭おかしいよねあなた絶対。容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。
彼は先祖の聖地であるブラックウッドで進められることになっていたロッジの建設計画に反対していました。 S I S T 妹？誰の妹か聞いて。ジョッシュ、相手は多分。どっちのことだよ。逃げろ。本当も。アシュリー。おい。このアシュリーをさらっていったやつの正体が気になるよね。なんだ。あ、それとマイクとジェスか。なんか女ばっかりさらわれてんだ。犯人は俺か、もしかして。ああ、もう何なんだよ。ジェシカー、チクショー、チクショー、ジェス、ジェス。まあ、とりあえず上着着ようぜ。冷静になれ。ミイラ取りがミイラになんぞ。近道を使う、道をたどる。ああ、どうしよう。道をたどろっか。ここは安心安全で。結局押すのかい。多分近道だとボタンを押す回数多いんだよね、おそらく。どこまで行ったんだろう。プレデターに連れてかれて。なになになに。あ、いた。このまま発砲できんのか。そんな。大事なところスコープで映さねえやつだな。誰がさらってってんのかが重要なわけじゃん。あ、松明とショットガンが、ショットガンじゃない、ライフルが落ちてる、ちゃんと。あ、無事だったわ。引き続き追いかけよう。あのアシュリーをさらっていったやつも仮面がなんかつけてるんだろうけど、パッと見面構えが連れてたっぽくない？気のせいか。慎重に飛ぶ。飛べ！頑張れ！なんとか無事に逃げてるわ。この僕にしては滑り降りる道をたどる。近道通ってこう。早くジェイソンを助けないと。危ない。あ、今ミスったっぽい。ダーイ。あ、ちゃんと着地してんじゃん。なんだかんだ。頑張れマイク。怖い怖い怖い、崩れそう。今度何の建築物だこれは。なんか誘い込まれてるような気がするな。ジェシカ。あ、なんか廃墟みたいなところに。これは嫌な感じがしますね。あ、ジェス、今行け。叫び声はどこから。くそ、怖いな。雰囲気が怖い、この廃墟の中。そして寒くねえのか。何回も言ってるけど、さっきから斜面滑り降りたりとかさ、絶対寒いでしょうよ。早くジェストを温め合わないと。投資しちゃうわ。エレベーターか。エレベーター、こんな建物に。どこだ。あ、奥っぽいな。嫌だな。あれ、行動だ。だけどジェシカ、助けて。声がどんどん近づいてくる。近くにいるな。どこ？助けたいのは山々なんだけど、早歩きまでしかしないからね、この男。ダッシュ全くしないんだけど。
こういう時ぐらい走れよ。あ、いた。あ、嘘だ。死んでね。そんなジェシカ。そんな。あ、生きてる。ジェス。よかった。ジェス、大丈夫か。助けて。あ、やばいよ。あ。今度こそここは飛び降りる ところでしょうよ。飛び降りるぜ。何、え、何かさせんの。あ、分かった。はい。え、どうやって撃つの。え、どうやって撃つんだよ。でもボタン全部押したのに撃たなかったけど。あ、このエイミングのやり方わかんねえな。とりあえず急いどこ。撃たなかった代わりに。もう一回説明書読み直すわ。ちょっと待てよ。ちょっと待て。この場で読めんのかな。あ、手がかりとかそんなんばっかりだわ。エイムどうやってやるのか忘れたんだけど。あ、とりあえず飛んどこ。大丈夫。大丈夫。スタントマン顔負けだな。危ない。飛ぶとか。僕はボタンを押すだけだけど、頑張れ。なんか変なやつがいるな。やつだ。時系列的にはどうなんだろう。アシュリーさらってったやつとまた別なのかな。あ、これは無理だぞ。役立たずが詰まってやがる。今のはターゲット小さすぎるわ。三角ね。あ、取ればいいのか。お前はライター持ってんのね。殺人鬼ってひょっとして何人もいんのか。あっちに出たりこっちに出たり。何これ。あ、吹雪か。また外で。寒い。落下したジェス涙目なんだけど。こいつ上に登ってきてたよね。そして今度はクリス・パートか。そんな。マットとエミリーが全く出てこないんだけど、このゲーム。アシリー、脇役か。操作キャラクターがクリスになったところで今回は終了にしましょうか。アシリー、次回アシュリーを探していく。はい、ではご視聴ありがとうございました。